今回は狩猟関係の質問スレを3つ紹介します。どのスレも大変興味深いものになっています。1本目、私の趣味は狩猟です。そう語るスレ主にスレ民は興味津々です。しかし、この現代に狩猟とはどうなのでしょうか？もしかして、やばいのでは？免許は？罠だけだけど、もちろん持ってるよ。罠だけということは、銃は撃てないようです。とどめの刺し方。槍で突くよ。電気槍手に入れたけどまだ使ってない。鹿の罠に2本かも鹿がかかったらどうすんの？かかったことないけど逃さないとな。早速次々に質問が寄せられ、スレ主は律儀に回答します。やはりスレ民が気になるのは、狩猟の方法と免許の有無のようです。今は暇か。趣味だと害獣駆除は取ってないでしょ？地元の農家さんと協力して有害してるよ。有害登録したら回避安くなるしね。空気銃って免許いるっけ？二種だな。武器は？とどめ刺しは槍。砂漠のはドス。続いては捕まえられる獲物と、それをどのように処理するかについて質問が飛び交います。ウサギ目当て。鹿、イノシシ目当てかな。鹿の罠に2本かも鹿がかかったらどうすんの？かかったことないけど逃がさないとな。もったいねえな。全部食えよ。大量すぎて全部は食えない。今年は何取った？今年はイノシシが3頭とウリボーが5頭。とあるボロ宿で生の鹿食ったけどやばかったかな。生で食べる人いる。鹿は刺身だろ。一緒にやってるじいさんは肝臓とか心臓とかも刺身で食うって言ってた。俺は怖くて食えんわ。中には狩猟について知識のあるスレ民も存在するようで、スレ主をねぎらう声もあります。有害やってんのか、ご苦労様。9月半ば以降涼しくなったら、一気に動物出てくるようになったね。スレ民の中にはスレ主同様、免許を持っている人や、免許取得を考えている人がちらほら出てきます。俺も罠の免許持ってるけど一回もしたことないわ。罠は正直めんどくさいよね。家の近くで仕掛けられないと見に行くのが大変。くくりとかになると、2日に1回くらい行かなきゃ。罠専門って猟銃は持てないんか？持てないよ。罠の免許取ろうかと思ってるんだけど難しい。2日かかるけど簡単だよ。割と常識問題って感じ。狩猟と聞くと、猟銃というイメージが強いようですね。スレ主の場合は罠を張り、とどめに槍で突くといった流れのようです。これに興味を持ったのか、スレ民からも実際に体験したいという声が出てきます。おいらも罠やりたいぞ。砂漠のに抵抗はないんだけど、何から手をつけたらいいのか。まず免許を取る。漁師や農家の知り合いがいないなら、まず猟友会に入る。そうしないとどうしていいかわからず、3年の更新で免許捨てることになるよ。かなりの人数が更新せずに捨てちゃうんだ。どうやって漁したらいいかわからないから。どういうこと？もしかして免許取っただけで、漁しなかったら更新できないの？ペーパードライバー的なものは許さんってこと？更新できるけどやらなかったらいらないかってなるでしょ。更新時期忘れちゃうしね。猟友会入ってたら更新時期アナウンスしてくれるよ。罠やりたいねー。近所にアライグマとかイノシシはいっぱいいるんだけど、家は住宅街なので、砂漠場所に何ありなんだよな。砂漠場所も、地元の猟友会が持ってるかもしれないから相談してみるといいよ。話の中に出てきた猟友会や地元の農家さんですが、どのような関係性なのでしょうか？バラススペースって屋外に用意してるの？俺は農家さんの裏山に仕掛けてるから、そのままその農家さんの庭に運んでさばいてるよ。横のつながりある？横というと他の漁師とか、他の漁師は、その農家さんの地区の漁師さんしか知らないな。その後、流れは命を殺めることについて触れられます。全く責める気はないんだが、命を奪うことに対して思うことはある？その場合どう処理してる？農家じゃないから憎む気持ちはないから、気持ちいいものではないよ。犬に美味しくて安全なご飯をあげるためっていうのと、美味しい肉を俺も食べたいっていうのだけがモチベーションかな。あとはとどめ刺しした日は、塩を体にかけてから家に入るようにしてる。早くやらないと本当にかわいそうなんだよ。鹿だったら檻を跳ね回って顔面の肉がえぐれてたり、イノシシだったら刺そうとする歯を噛むから口が血まみれになったり、刺す力弱いと皮めくって痛い思いさせるだけだし、本当に早く殺してあげなきゃって思う。以上が罠専門の狩猟スレでした。続いて2本目、似たようなスレがありましたので合わせて紹介します。週4で手取り15万の漁師だけど質問ある。こちらのスレでは猟銃を使っているようで、皆さんが想像するように近いのではないでしょうか。一つ目のスレとのもう一つの違いは、スレ主は仕事として狩猟に従事している、という点です。気になる待遇は週4出勤で手取り15万円。非常勤とはいえ公務員としてはあまりにもビビたる給料だと言わざるを得ません。扱いは非常勤の公務員。ワープはすぎる。漁師って絶滅したはずなんだけどな。漁師だけで食ってるやつはほぼいない。というか俺は見たことがない。額面18万ってこんなもんなんだね。新卒で入って今3年目だけどこんなに惹かれるのね。スレ主の場合、漁師ではなく有害鳥獣駆除専門であるため、狩猟シーズンが存在しません。結果、季節によって給与が変動することはないようです。また有害鳥獣のため、別途報酬は発生するとのことです。有害鳥獣は公務員でも駆除したら買い取ってもらえるの？買い取ってもらえるよ。業務で取ったのはもらえないけど、プライベートで取ったのはもらってる。
みんな金あるなら狩猟やろう。若い人いなさすぎる&変人基人しかいないから肩身狭い。アルソックでも有害鳥獣駆除員雇ってるみたいだけど、年収500くらいあんのかな。転職したい。収入ボーナスについて聞くレスもありました。ナスある。ない。年収200万の土底辺です。マジかわら、笑うわわら。笑いよ。逆に給与以外について不満はなく、むしろ恵まれた環境のようです。残業はほぼないし、週4日も週ごとにこっちで決められるけど給料は安い。一日ネットサーフィンして終わることもあるけど、ただ肉とか野菜はこの仕事してから買ったことないから食費はあんまりかからない。最初はイノシシビミってなってたけど、もはや当たり前。変に舌が肥えてスーパーの豚がまずく感じる。年収低い以外は全く嫌なことがないわ。そう考えたら恵まれてると思う。普段は何の仕事してるの？メインの狩猟対象は、今まで一番の大物とか思い出があれば教えて。基本役場で待機してる。車で鹿引いたとか、檻にイノシシ入ったとか、畑荒らされたとか、問い合わせがあったら、役場の人と同行して現場に向かって処理する。鹿とイノシシと猿、プライベートはかも。初めてのとどめ刺しがイノシシだったんだけど、緊張しまくってイノシシの前であたふたしながら準備してたら、足ちぎって逃げてったことかな。結局逃げられてしまって悪いことしてしまったと今でも後悔してる。一つ目のスレ同様、ここでも命を奪うことについて言及されています。ちゃんととどめ刺すってこと。そうだね。やっぱりできるだけ苦しませたくないし、人間のわがままだからね殺すのは。続いてスレ主のような仕事に就きたいというスレ民が登場し、それにスレ主がアドバイスします。どうやったらなれる？将来の展望はある？民間の有害鳥獣駆除の会社か NPO、もしくは地域おこし協力隊の募集探せばいけるのかな。最近アルソックが話題になってるけどね。俺は地域おこし協力隊の募集から見つけたよ。そもそもやったことないし、免許自分で取るほど金もなかったからね。かっこ取得費用は全額補助金で出してもらった。周りの知り合いは普通に民間の仕事ついたり、農業とゲストハウスやったりしながら狩猟続けたり、役場に就職したり、ジビエの加工場に行ったりと様々だね。でも多いのは役場に就職かな。なるほどな。3年後やるしかねえな。年収上がりそうにないん。今んところどうしようか迷ってる。とりあえず地域おこし協力隊卒業後も同じ条件で雇ってくれるらしいけどね。同じ課の人は公務員試験受けろ受けろ言うけど受かる気がしないわ。筆記や面接試験とかはあるの？ないよ。面接だけ。まず詳しく採用までの流れについて知りたい。見落としてたごめんね。募集見つける格好俺はインディードで見つけた。履歴書役場に送る。面接。合格。マジでこんな感じ。面接は副市長と課長っぽい人ら複数いたけど基本堅苦しい感じじゃなかった。面接も T シャツにジーパンで行った。興味津々なスレ民に対し、スレ主としては多くの若い人に参加してほしいようです。おいでよ。若手で狩猟のチーム作ってワイワイしたい。狩猟した後ジビエでバーベキューしたい。今年もおっさんとしかバーベキューしないんだろうな。農業大学とか行って狩猟サークル作りたいな。確かに猟友会と聞くと、おっちゃんの集まりというイメージがありますね。羨ましいと思ったけど人付き合いが面倒そうだな。さっぱりしたもんだよ。基本ありがたがられることしかない。若いってのもあるんだろうけど。最後に免許と猟銃の扱いについてです。免許は簡単だけど保管管理が大変だからやめたっていう人が多い。税金も結構かかるし、一人だとどうにもならんからね。猟友会も地域によっては新人入れないところもある。猟銃の免許は持ってて狩猟免許はないんだが、今休職中でマジでスレ主の職場勤めたいわ。以上です。ラストのスレはこちらです。漁師やってるけど質問ある。週末だけだけど。何よ。カモとかキジ取ってるよ。食べるために取ってるから売ったりしないよ。イノシシとかシカはたまに。儲かるんけ。キジって食うの。お肉固めだけど美味しいよ。ショットガン、使っている銃、所持している数。散弾銃も持ってるけど、最近はエースハンターっていうエアライフル使ってるよ。使ってる銃はシャープのエースハンター。持ってる銃は、上下2連式と水平2連の散弾銃。エアライフルって何？エアガン。まあ、似たようなもんだよ。解体できんの？鳥なら一人で解体できるけど、イノシシとかは何人かいないと厳しいな。本業は？お米作ってます。スレ主は農家とのことで、漁師だったじいちゃんの後を継いだようです。あと年齢教えれ、かっここれ重要。24のクソガキです。若いな。漁友会だと最年少とか。最年少わら。次に若い人48歳だからわら。スリングショットなら無免許でも猟奇関係なく狩猟できるとか言う人いるけど、どう思う？猟銃保護法的に無理と思うんだけど。パチンコ使ってる人は見たことないからなんとも。マジレスすると、狩猟期間内に仮猟鳥獣を法定猟具以外の方法で、かつ禁止猟法を用いないで捕獲するのはOK。例えば手づかみ、ナイフ。たまに同行者撃っちゃうニュースがあるけど、実際ヤバかったこととかある？スリングショット持つこと自体には免許いらないけど、狩猟するなら狩猟免許がいるから無理だと思うよ。
熊がよく出るって山に入った時なんだけど、隣の茂みからいきなりじいちゃんが出てきた時は撃ちそうになったなわら。漁師自体、カラフルな服着てるから間違えて撃つことはあんまりないと思うよ。散弾って捕獲物にめり込むと思うんだけど、捌く時に取り除くの。取り除くよ、散弾銃使うとめんどくさいから、最近はエアライフル一択です。ハワイ行った時ショットガン撃ったけど反動やばくね。慣れたらそんなもんよ。俺は下手っぴだから散弾銃はあんまり使わないわら。下手っぴなら散弾の方がいいだろ。山鳥は取らんのかい。記事って数少なそうだけど取っていいのか。住んでるところが田舎なのかもしれんけど、5分に1は見るレベルでいるよ。多すぎだろわらわら。動物園でしか見たことないわ。ちょっと前の、鹿を穴にかけて棒で殺そうとしてたクソガキの話知ってる。鹿が足萌えで逃げたやつ、知ってるなら感想を。聞いたことないなぁ。罠をかけるにも免許がいるからね。時々違法な罠が仕掛けてある時もある。慣れてる人ってイノシシとかシカでもナイフ一本でバラすの。楽勝。イノシシやライフルで仕留めれる。多分無理。解体キモくね。やってたらなれるのかもしれんが、俺もやってみたい。どうすればやれるの？うちのじいちゃんも漁やってて俺に後継ぎげって言うんだけどさ、猟銃免許取れるかな？自動車免許取れるレベルなら余裕。興味ある。趣味としてやる場合、年間どれぐらいの金がかかるの？5万もかからんレベル。だからコスパ的に得なのかどうか教えろや。漁なら肉を安く取れるのか知りたい民も現れます。スレ主曰く、コスパは最高なようです。なお？赤字にならんの、装備や罠の費用とかその他労力を考えてさ。俺は完全に趣味って感じでやってるからね。魚釣りと同じイメージ。やはり漁師は儲からないようです。どれぐらい離れた距離から狙ってんの？約20、40ぐらいかな。警察からの面談、みたいなのどうだった？やっぱうざかった。家に来たりしたけど面倒くさかったってことはなかったな。漁友会って肉食いながらめちゃくちゃ酒飲みそうなイメージ。そのイメージで大丈夫です。五感鋭い。常人並みだと。罠専門の漁師さんってたくさんいる。罠漁ならやってみたいんだけどな。罠専門の方ももちろんいますよ。でも、銃の免許も兼用してる方が多いです。今年はどれくらい取れた？39は、今のところ。どんな格好で漁してんの？年配の人の服装もよろしく。俺はカーゴパンツの上にジャンパー着て、その上に蛍光オレンジのベストかな。じいちゃんは桃引きにジャンパー、帽子は蛍光色ってのが多い。またスレ主と山賊ダイアリーという漫画の共通点を指摘するレスもありました。山賊ダイアリーの要約、祖父が漁師、使っている銃はエースハンター。共通点多すぎだろわらわら。山賊ダイアリーって漫画？祖父や親が漁師だったからって理由で漁師になる人は多いと思うよ。どうやら一致は山賊ダイアリーのことはよく知らないようです。スズメ食ったことある？ない。そんじゃ記事狙いに行ってくるからお開きにするねー。そろそろ狩猟時期終わっちゃうから。以上です。皆さんは漁師という職業、どう思いますか？またこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いします。